メルス、エルケビールの要塞1953年に取られた。メルス、エルケビールメルス、エルケビールはアルジェリアの都市。メルス、エルケビールとはアラビア語で大きな港を意味し、その名の通り地中海に面する港町である。オラン市の西隣に位置し、オラン県に属する。メルス、エルケビールはローマ帝国時代に建設され、12世紀にはアルモハードアサによって、 海軍基地が置かれた。15世紀には、トレムゼンのザイアン朝の支配下に入ったものの、1492年には、海賊の支配下となった。その後短期間に、オスマン帝国やポルトガルの占領下に入った後、1505年には、スペインのフランシスコ・ヒメネス・デシスネロス数奇教の軍によって占領された。 シスネロスはここを拠点に隣接するオランの攻略を目指したが、1509年にメルス・エルケ・ビールを襲った災害によって断念を余儀なくされた。スペインは1708年までこの町を支配したが、同年オスマン帝国のウェイであるムスタファ・ベン・ユーセフによって追放された。スペインは1732年にモンテマール公爵の指揮の下メルス・エルケ・ビールに 再び来週し、アインエ・トゥルクの戦いに勝利して、メルス・エルケ・ビールとオランを奪取した。その後は、スペイン領となったものの、1792年に、カルロス四世は、オスマン帝国のアルジェ知事に領主を売却した。1830年には、フランス領となり、使命はサンタンドレド・メルス・エルケ・ビールと解消された。1868年には、 港湾機能が強化され、大東大が建設されたが、東大は第二次世界大戦中に破壊された。1940年7月3日には、イギリス海軍とビシーフランスのフランス海軍との間で港内にて、メルセルケビール海戦が勃発した。第二次世界大戦後もフランス軍はこの港を海軍基地として使い続け、1962年に、 締結されたアルジェリア独立のためのエビアン協定においても、フランス軍は15年間メルス、エルケビールコを使用し続ける権利を獲得したが、実際には5年後には、フランス軍は全て撤退した。ありがとうございます。